ユキサオリ、1946年11月13日体は、日本の歌手、タレント、女優、ナレーター。田辺エージェンシー、安田音楽事務所所属。血液型は A 型。群馬県桐流市出身。ひばり児童合唱団出身。専属学園第一高等学校を経て、専属学園短期大学英文化卒業。姉は、声楽科の安田翔子。 シンガーソングコメディアンを自称群馬県桐流市に生まれ、3歳で横浜市へ移る。少女時代から姉の安田翔子と共に、本名の安田明子名義で同様歌手として活躍。1965年にキングレコードから本名名義でヒッチハイク娘にて歌謡曲の歌手としてデビューするが、ヒットに恵まれず停滞の時代に入る。 同様歌手時代からの仕事である CM 曲やテレビラジオ主題歌の吹き込みや大人の世界を歌えるようにという修行の意味合いもあったキャバレーナイトクラブへの出演を行いながら私服の時を過ごす。1969年東芝音楽工業より再デビュー作となった夜明けのスキャットが発売される。もともと TBS ラジオの深夜ラジオ番組。 夜のバラードの OP として制作され、当初はレコード化の予定はなかったが、リスナーからの問い合わせが、相次ぎ、シングルリリースが企画された。しかしユキは、歌手活動で失敗した過去に対する懸念と自らの結婚を控えていた事情もあり再デビューに消極的だったが、新たに歌詞が書き下ろされる間に、泉拓らが説得して、レコーディングが実現した。 大ヒットとなった、夜明けのスキャットは、最終的には150万枚のミリオンセラーとなり、この年の暮れには、第20回 NHK 紅白歌合戦で、念願だった NHK 紅白歌合戦初出場を果たす。当時、新番組として準備されていた、サザエさんのスタッフは雪に、主題歌の歌唱を依頼するつもりだったが、夜明けのスキャットでの再デビューの時期と重なり、断念したという。 翌1970年には、手紙も6週連続1位、1970年度年間6位となる大ヒットになり、第12回日本レコード大賞の歌唱賞を受賞した。その後も、生きがい、故郷、ルームライト、バンカ、ふらりふられて、う、ふ、ふ、東京バビロンなどの歌謡曲を世に送り出し、その確かな歌声は、酔いざましの清涼剤との評価を受けた。 1973年2月11日、広島市で行われた営業イベントの最中、客席から投げ込まれた紙テープの芯のようなものが額に当たり、ご針抜け顔を負う。同年末、恋文で第15回日本レコード大賞最優秀歌唱賞,賞を受賞した。歌手としての人気の一方、タレント性を見込まれ、バラエティ番組に多数出演。 1995年から2006年にかけては、コメディを江戸でござるや道中でござるにも準レギュラー出演し、伊藤四郎と息の合った掛け合いを見せた。1980年代には、テレビ司会者、タレント、女優としての活躍も目立ち、彼女のマルチな才能がさらに発揮されていく。1982年には、面白サンデー。 カツラ文鎮と共に司会として出演。1983年には、松田優作主演の、家族ゲームでおぼけな母親役を演じ、日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。1987年には、朝の連続テレビ小説、ちょ、っちゃんで、主人公の母親役を演じ、流暢な方言を披露した。テレビ出演を好まない歌手らも、 積極的に登場させたり様々な企画を通して歌手を身近な存在として映すことで人気を博した夜のヒットスタジオが斬新な企画を打ち出し続けるも以前に比べて低迷していた1980年代長きにわたって番組の顔であった吉村麻里が幽体の意思を固めた1988年初頭交番ことでその能力の高さから 女性司会者最有力候補として見られていたが、番組を支えてきた塚田茂と引き立たくが1987年に制作を去ったことで新人の多い番組サイドが混乱がし、雪や小柳留美子らの名前が挙がっていた二代目女性、司会者東洋、女性司会者が吉村マリと浅岡幸児の二名であった時期もある。の計画は頓挫することになる。その後も夜のヒットスタジオは、 混乱を重ね、わずか2年後に番組終了を迎えるという悲惨な結末となった。1985年には同様アルバム、あの時、この歌を発表し、1986年より姉、安田翔子と共に同様コンサートをスタートさせ、徐々に歌手活動に再び重点を置くようになる。同年の暮れには第28回日本レコード大賞企画賞を受賞。 同様ブームの日付役となる。1987年には第38回 NHK 紅白歌合戦に出場。NHK 紅白歌合戦に9年ぶりに復帰し、以降2001年の第52回 NHK 紅白歌合戦まで紅白の常連として出演した。なお、1992年第43回では自身唯一の赤組取りを務めている。 また2000年には映画ドラえもんのび太の太陽伝説の主題歌この星のどこかでを安田と共に歌っている。実施の安田とのレパートリーは同様、昇華にとどまらずオリジナル楽曲、歌謡曲、クラシック、アニメ主題歌など多ジャンルにわたっており、特にスキャットで歌ったトルコ更新曲は1997年の第48回 NHK 紅白歌合戦において 披露されたことで一躍全国に認知。XJAPAN の都市も、ユキと言ったらトルコ更新曲と歌番組共演時にリクエストするなど姉妹の代表曲として知られている。現在でも各地で精力的にコンサートを行う一方、女優、タレントとしての活動も盛んに行っている。ユキサオリに改名してから40周年となった2009年には、ソロ名義では、 約四半世紀ぶりのオリジナルアルバム、生きるを発売。また、ソロコンサートも行い盛況を収めた。今後は、姉妹名義の活動と並行しながら、ソロ活動にも力を入れていく。二十一世紀の歌謡曲を歌っていきたいと発言している。2012年、四十法省受賞。また同年の第63回 NHK 紅白歌合戦にも、 久々に帰り咲きを果たした。2019年、朝日少女賞竹九1969年、音楽ディレクター大森昭夫と結婚。結婚生活7年目に、別居、14年目に離婚成立となった。37歳で、子宮筋腫を患い、子宮内膜症も併発。悩んだ末、4年後の41歳の時に子宮を全摘した。 ホルモン治療という選択肢もあったが、そのことにより声が変わってしまうことや、自分の声を愛してくれた母を悲しませたくないとの思いから手術を決断した。この手術後に、アメリカ在住の芝富哲也と知り合い、交際、再婚、渡米や歌手引退も考えたが、デビュー直後から個人事務所を起こすなど、芸能活動をサポートしてきた母の猛反対を受け、 結局母の意見に従った。1999年にその母を癌で失い、一周期を終えた2000年、8年間の交際を経て、事実婚の関係となる。しかし、ユキは仕事を辞めることができず、日米の遠距離婚の溝は埋められないまま、2006年12月、離別している。1995年及び1999年で過少された文部の 故郷とは同盟異曲。山川圭介作詞、大野祐二作曲、編曲。紅白歌合戦において赤とんぼ。どこか二回廊は、雪沙織ソロとして2回、雪沙織、安田祥子としては3回歌われ、雪自身は紅白で合計5回歌唱している。1992年第43回の出場時は、鳥は原則的に、 ソロの歌手のみという紅白の監修のため、雪単独での出場となった。だが、雪サイド側の強い要望もあって、安田翔子は、バックコーラスの一人という形式で参加していた。1989年、第40回紅白出場時は当初、出場回数表記としては、雪サオリ、安田翔子とされ、それぞれソロ歌手としてカウントされていた。しかしその後、 同40回紅白に関しては、雪沙織、安田翔子名義で、二人のユニットとして、初出場扱いに変更されている。1993年の出場時は、雪沙織、安田翔子として、通算2回目の出場とされ、ユニット扱いになっている。以降2001年、第52回紅白まで、二人のユニット扱いで、連続出場していた。 夜明けのスキャット、ユキサオリの美しき世界あなたと夜と、音楽、ユキサオリの魅力明治一大女手紙、生きがい、ユキサオリの華麗なる世界この愛を永遠に、男の心、ユキサオリフランシスレイを歌うに、本の歌23歳、ユキサオリ、愛の歌故郷、ユキサオリ、ビッグヒットを歌うルームライト、オリジナルアラカルト恋文恋文、ユキサオリの華麗な世界道し銀座万葉集番歌、 季節風よい町草、竹久夢二とその時代、束の間の雨、雪沙織、オリジナルアルバム76、ふらりふられて、雪沙織、オリジナルアルバム77う、ふ、ふ、雪沙織、り、宇崎流動を歌う、ラブアゲーン、雪沙織、はり服部う一作品集昭和演唱ストレート今、この瞬間、雪沙織演歌を歌うファイトキヌコの愛称化生きる、 スマイルボイスユキサオリデュークエーセス。ミキトリローソングブックユキサオリピンクマティーニ。1969? 夜明けのキャッツフィーチャリング。サオリユキピンクマルティーニ。ジョイツーザワールドユキサオリリサイタルイズミタクリサイタル。ユキサオリリサイタルボリュームにユキサオリのすべてユキサオリ。ゴールデンディスクユキサオリ。ゴールデンディスクユキサオリ。ゴールデンディスク75ユキサオリ。ビッグヒットのすべてくんこいし。 ユキサオリ全曲集ガラスの日々恋文。手紙。ユキサオリ歌用デラックスユキサオリニューベストナウユキ。サオリニューベストナウユキサオリニューベストナウユキ。サオリ全曲集。ユキサオリ全曲集。手紙夜明けのスキャット。ユキサオリベストコレクションユキサオリ全曲集。ユキサオリ全曲集。ユキサオリ二千一全曲集。ユキサオリベストナウユキサオリ二千三全曲集。夜明けのスキャットレ連歌 CD。 ゆきさおり2004全曲集、ゆきさおり全曲集35周年記念コレクション、1ゆきさおり全曲集35周年記念コレクションにベストセレクションオリジナルゆきさおりゆきさおり35周年、記念スペシャルプレミアコレクションゆきさおり全曲集、ゆきさおり2007全曲集、ゆきさおりベスト&、ベストコンプリートシングルボックスゴールデンベストゆき、さおりバラードベストクオレの歌ロマン、 ウきウき花は、誰が咲かせたの天神募集家境という日は二度とない、マギーシューズチェーンの歌地球をノックするサンフレッシュの、歌愛のカラッカゼインタビュー、ゆきさおり夜明けのスキャット、手紙爽やかな、微笑みを、ゆきさおりスペシャルすみでかいの歌わらび音と幸せの、行方え、ゆきさおり歌、歌、ぷ、歌通りゆきさおり、安田翔子サイドバイサイドコンサートライブレコーディング、みんなの心に、 等身大の履歴書、ゆきさおりゆきさおり演歌を歌うミキグループソング、ミキの夢総春下北都春陽気を植えて、心の触れ合いかなかなかな、赤い星青い星天文カラットの奉仕から、NHKTBS 日本テレビ富士テレビテレビ朝日、ゆきさおり安田翔子姉妹の読み聞かせ絵本シリーズ安田、あ子きこに関するカテゴリー。ありがとうございます。